こんにちは、美容家の夏美です。今回はですね、フィトテラピーのお話をしたいと思います。タイトルにもあるんですが、目指せお薬立ちということで、日々の不調を精油やハーブでケアしていく考え方を共有したいと思います。普段私の YouTube 動画を見てくださってる方は、私ってナチュラルコスメをいろいろ紹介してる人っていうイメージがあると思うんですけど、実はお肌のケアだけではなくって、体や心のケアにも植物のパワーを取り入れていきたいなっていうふうに考えています。やっぱり皆さんそれぞれにね、体や心のこうお悩みとか不調っていうのは感じていると思うんですけど、できるだけお薬の力を借りずにね、改善できたら一番いいですよね。例えば大きい病気ではなくても、とにかく風邪をひきやすいとか、頭痛持ちだったり、胃腸が弱い、眠れない、鬱っぽい、イライラすると生理関係のお悩みだったりね、そういうの皆さんいろいろあると思うんですけど、フィトテラピーはそういった日々の不調をお薬に頼らず、植物の、ね、力をこう活用することによって、私たちがもともと持っている自然の治癒力っていうのを高めてケアしていく方法になります。なので、自分の生活の中にフィトテラピーをちょっとずつこう取り入れていくことで、お薬に頼らずに自分の健康管理をする力が身についてきます。実はお薬って一つこう服用すると、お薬を服用する前の体の状態に戻すまでに約5日間かかるって言われてるんですね。ものによってはやっぱ副作用を強く感じる場合もあるし、体外排泄にすごく時間がかかるので、調子が悪かったら薬を飲むのが当たり前っていう風な考え方は、なるべく早くその考え方を直していった方がいいかなというふうに思います。もちろん頭が割れそうなくらいの頭痛とか、熱が全然下がらないとか、もうそういう大変な時はもちろんお薬をそういう時は飲むべきだと思うんですけど、ちょっと頭痛いから頭痛薬飲んじゃおうとか、そういう当たり前のようにお薬を服用するっていうのはちょっと違うのかなっていうふうに思います。それこそ本当に大きい病気をしてしまった時に、今までずっと飲んでた薬が突然効かなくなるなんていう話はよく聞くので、ぜひこの機会にお薬を使わないで日々の不調をこう改善していく方法っていうことで、フィトテラピーについてちょっと知ってもらえたらいいなと思います。で、こんな話をした後にちょっと説得力がないんですけど、私自身ね、結構体が弱くって、お薬にはもう本当頼りっぱなしの生活を送ってきているんですよ。例えば生理痛がものすごく重くって、学生の時なんかは生理のたびに学校を休んでいたし、もう痛くてもう倒れちゃって救急車に乗ったこともあります。あと以前にはこう精神的なストレスで心の病にかかってしまって、会社にも行けなくて1年とか1年半ぐらい休んでた時がありましたね。今その時から不眠症でもう3年以上経つんですけど、お薬ないと全く寝つくことができないんですよ。あとはかなり胃腸が弱くって、外食がちょっとでも続くと本当寝込んでしまったりとかもするんですよね。他にも、大きい病気じゃないけど数えると本当にいろいろな不調に悩んできているんですけど、その度にね、お薬に頼っていたんですね、今までは。で、やっぱりその度にね、すごい落ち込むんですよ。また飲む薬増えちゃったって。なので本当に手放せそうなお薬からちょっとずつやめていって、植物療法にどんどん切り替えていきたいなっていうふうに思っています。で、日本だと体調崩したら病院に行ってお薬をもらうとか、病院に行かなかったとしても薬局でお薬を買って服用するっていうのが一般的だと思うんですけど、海外だと例えばヨーロッパとかだと体調崩して病院に行ったらお薬の代わりに、ハーブとかアロマが出されるっていう感じですね。特にフランスだと、有名なエルボリステリアっていうハーブ薬局があるんですけど、お医者さん
とか、あの植物療法士の方が処方箋を書いてくれて、その体調に合ったハーブっていうのを保険適用で出してくれるんですね。で植物って、まあ、大雨でもあのすごい強い日差しの中でもすっごい寒い日でも、もうそういう厳しい環境の中で生き抜くために身につけたパワーっていうのがものすごいので、あの私たちはそういった植物のパワーをハーブとか精油とかから取り入れて不調を根本からこう治していくっていうことがフィトテラピーを取り入れることでできるんですね。でこれだけあの医療がね発達している中でもこうフィトテラピーがこう注目されているっていうその理由についてはやっぱりこう文明がこう発達する中で、まあ、食事がねどんどん変わっていったり、あのまあストレスだったりいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうものの影響で、まあ、人間のこう生物的なこう力っていうのが弱ってきているっていうのがあります。なのでフィトテラピーを取り入れることで自分の体のことや自分の体の変化を知ることができたり、自分の体をこう癒す力っていうのを養うことができるんですね。ちなみにあの私はあの植物の魅力にこうハマった理由としては、最初こうナチュラルコスメを使ったことがきっかけだったんですね。それまであのお薬を使ってこう肌荒れを改善していたんですけど、ナチュラルコスメを使うようになってからこう徐々にその使っていたお薬をこう手放せるようになったんですよ。まあ、それがきっかけで、まあ、心や体のケアもこう植物のパワーに委ねたいなというふうに思ったので、まあ、今回私の次のステップというか目標としてお薬を徐々にこう絶っていくことで、どんどんこう健康的になっていくことっていうのをこう目標にしたいと思っています。なのでこれからはあのハーブティーとかチンキとかあの精油を使ってできるあの体のケア、心のケアっていうところの発信もしていきたいなというふうに思っています。例えば胃腸が弱い時におすすめのハーブティーを紹介したり、肩こりにはこの精油を使ったマッサージがいいよとか、そういったこととかをあの発信していけたらいいなと思っています。はい、もちろんねナチュラルコスメで使って良かったものを共有したり、 Vlog もあの引き続き撮っていきたいと思うんですけど、今まで発信していたものの中にこのフィトテラピーっていう項目が一つ加わるかなっていう感じなので、今回はちょっとそれをお知らせしたいというか、まあ、フィトテラピーについても皆さんとあの情報共有したいなと思ったので、今回この動画を撮らせてもらいました。私自身あの医学的な資格とかは持っていないので、まあ、あくまで個人的にあのこういう症状があって、でこういうハーブティーとか精油を使ったら症状が緩和されたっていう個人的なそういうことしか言えないんですけど、でも同じようなお悩みをも抱えている方だったり、お薬を飲むのを卒業したいっていうのを考えている方がいらしたら、少しあの参考になるかもしれないので、もしよかったら今後発信する、植物療法の動画についてもあの見てもらえたら嬉しいです。ちなみにあの私自身がまあ飲んでるお薬とか、それをどういうハーブティーとか精油を取り入れることでそのお薬を手放せたかっていう話とかも参考までにあの発信していけたらいいなと思うので、それはあの随時報告したいと思います。はい、ちょっと動画長くなっちゃったんですけど、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。はい、あとですね、結構あのコメントとかコメント欄とか DM からあの質問とかをいただいたりするんですけど、なかなかの個別にお返事とかができていないので、今後はあのインスタグラムの質問コーナーみたいなものを設置して、そこで答えていきたいなというふうに思います。いただいた質問をこう YouTube でこう返事するかもしれないし、インスタのストーリーで共有するかもしれないんですけど、あとそっちの方が分かりやすいかなと思ったので、もしなんか化粧品のこととか植物療法のことでもいいんですけど、何か質問がある方はそういう機会にぜひお願いします。本当はねライブ配信をしたいんですけど、なんか携帯がもう熱くなって固まっちゃったりするので、ちょっと今の状態だと難しいので、そういう形で皆さんとお話をしたいと思います。
はい、長々と喋ってしまったんですが、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。はい、ではまた動画更新したいと思います。ではまたね、バイバイ。